さんデビュー16周年ということです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。私も結構あやねさんの曲こう聴いてきたんですけど、はい、どうですか16年目。去年コロナで15周年だったと思うんですけど、はい、何かこうこれからやっていきたいこととか、まあ、デビューのきっかけもお伺いしたいなと思うんですけど、はい、デビューのきっかけは、うん、まあ、ちっちゃい時から歌うことが大好き で、うん、で、まあ、たくさんの取材のしていただいた時とかもお話ししてるんですけど、うん、2歳3ヶ月の時に、まあ、歌を家族の前で歌って、その時の音源を父が録音してくれていて、お父さんすごい。そうなんです。今のあの子みたいじゃん、なんかちっこいよね2歳の子って。これくらい2歳じゃないこんな変わらないこれ2歳じゃない。のの子ちゃんでしたっけ、ね、犬の、でもこんなサイズではグランドピアノと、そうそうそう、ね、はいはい、歌ってる人がこれぐらいの、グランドピアノがこれぐらいの、映像でこれぐらいってことですね。そう、まあそれぐらいのちっちゃい時に歌ってた。何歌ってたの？どんぐりコロコロとか歌っていたの、何曲かあったんですけど、うんうんうん、それをまあ歌っていたものを父が録音してくれていて、うん、でまあ歌手になりたいなっていう夢を抱いた時に、うん、実は2歳の時に歌ってた音源あるよって言って、まあ父も結構アニソン大好きだったりアイドルが好きだったりしたので、ちょっとあったかもしれないですね。あの娘がなったらいいなみたいな、なったらいいなって、まあちょっとアイドルの方にも行けなかったんですけど、はい、アーティストとして2歳の頃の音源をどうされたんですか。なりたいって言った時に聞かせてくれて、はい、でその音源を今も持ってて、あの、まあ、テレビの番組に呼んでいただいた時とかに流していただいて。え、聞きたい。可愛いな。それがきっかけですか。そうですね、やっぱあの音源があったので、あの夢を叶えたいなっていう思いが強くなりました。でもそっからどうやってデビューに至るの。あ、そうですね、あの、まあ、ボイストレーニングをしたりとか、あとは自分で、あのバンドを組んだりとか、あとバンドのボーカルだったってことですか。そうですね、 あとは作家さんの仮歌とか。やっぱ仮歌、ね、みんなそんなに仮歌系だ。普通仮歌ってどうやってなるの。なんかあのこういうお仕事があるのでって言って、まあそっち系ですよ。そっち系だね、本格派だね。あやねさんも仮歌からのデビューの方ですか。そうです。あ、やっぱ上手い人が仮歌で。やっぱね、どこに行ったってね、もう実力ある。そう、あ、いやいやいや、あのもう、うんと周りの皆さんに、うん、でもそれが大事ですよね。はい、それでまあデモテープを、うん、あのちくらさんのところに。あ、そうなんですね、はい、すごいね。まあ、直接あの知り合い、うん、たわけじゃないんですけど、うん、知り合いの方を通して、はい、聞いていただけるチャンスがあったので、うん、そしたら、うん、あ、この子いいなってなったんですね。で声をかけていただいて、今に至ります。それ前までは、まあ、作詞のお仕事とか、あとはバックコーラスのお仕事とかをさせてもらっていて、スタジオミュージシャンじゃないですけど、すごい、はい、スタジオで。じゃあ裏方もやってらっしゃったと。はい、やってました。あの、何でもできるね。ディレクターさんっていうんですか、あのディレクション、うん、はい、ボーカリストさんの歌を取ったりとかしてました。本物です。すごい昔ですけど。いや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 、そんなことないです、そんなことないです。そんなことできないじゃないですか。いやいやいや、でもそれはあの歌手になるための、 その前のステップなので、うんうん、そのね、そこで止まらなくてよかったなっていうふうに思ってますけど、そこが本業にならずにね、表で。そうですね、はい、ちゃんとステージでセンターでっていうのは、まあ、でも実力がなきゃそれもできないからね。うん、いや、なんかちょっと若かったから、なんかこう強引にって言いますか、すごいトゲトゲしてて。で最初あやねさん知った時に、うん、まだ私高校生とかだったと思うんですけど、うん、日暮らしとかゲームの歌で、それこそ私お話ししたんですけどね、はい、ソロパートで歌ってくださったコンプレックスイマージュをずっと聴いて、嘆きの森とか、あ、ありがとうございます。聴いて育ってきてるんですけど、まあ、育ったっていうか、割かし育ってましたけど、2007年にリリースした楽曲なので、ちょっと前ですね。いや、もうそこも最近だと思っちゃうからまあでもね、でも私ゆみさんのなでしこの時はだいぶ小さい。そうだよね、はい、25年前はね。私だってあれですもん、中学校の時に買ったアニメ雑誌か声優さんの雑誌で松沢ゆみさんを見て、あの顔をすごく覚えてました。その時の編集長が今日私そうだね、その時の編集長、私のあやねスタッフです。あやねスタッフさんが、そうだからね、なんかこういうご縁も嬉しいですよね。長く続けてると、小学生ってことだよね。小学生とかだと思う。だってその頃に、小学生の頃から、うん、
子からファンレターとかもらってましたよ、うん、そうで切って入っててほらお返事欲しいのかなと思ったら何かの足しにしてください可愛いなと思って、ね、本当は返事欲しいけど、ね、そこまで書いたらっていう、ね、お子が欲しいかもしれないけど謙虚、うんうん、そう分かります、分かります、なるほどね、はい、そこでデビューに、そう、それで日暮らしてってことですか、あ、別の作品なんですけど、はい、あのアニメの作品でデビューをしてダブルウィッシュという、うん、はい、でそこで自分の歌詞を、書かせていただいて、うん、絆という楽曲で2004年にデビューをしました、はい、あやめさんといえばわりかし日暮らしのイメージが強いんですよ、めっちゃ歌ってるから、ありがとうございます、ね、あとシュタインズゲートとか、あとイレブンアイズとかメモリーズオフとか歌ってます、メモリーズオフよろしくお願いします、はい、なんか曲めっちゃ多くて、あやめさん、ね、めっちゃ歌ってますよね、数がすごいですよね、ありがとうございます、アニメでほら来ると毎回2曲だけど、いろいろだからまたもう一巡してまたみんな来ていろいろ歌ってもらいたいね私あやめさんの時に自分はコンプレックスイマージュが好きだけど、うん、皆さん的にはどうなのかなと思って割とリサーチをしたんですけど、他の曲もね、そう、聞きたいと、聞きたいなと思ったんですけど、でもあのこれから、うん、あの7月からですね、はい、テレビアニメ日暮らしのところに卒があの今放送中なので、もしかしたらそのアニメアニメから私を知ったって方も実はいたりするんですよ、なので、うん、その方たちからしてみたらもしかしたらコンプレックスイマージュまだ聞いてないっていう方もいるかもしれないので、いい曲なのでぜひ、はい、ですよね、なんか、うん、あのパチンコで知ってるっていう お客様とか、あ、はい、あの上の演奏者の方とか、ありがとうございます、パチンコピー日暮らしの頃に巡りというなんかすごいいい時にかかるっていう、あ、なんか言ってた、言ってた、言ってた、いい時にかかるっていう、あやめちゃんが出てきたらこれはいけるって言って、はい、そうなんですよ、この話をグループラインにしてたよ、そうなんですよ、勝利の女神じゃんみたいな話、そうなんですよ、その楽曲が収録されたアルバムが実は7月の28日にタイミングがいい、じゃあこれちょっと演技がいいね、タイミングがいい、アナロジーというですね、今回のあの日暮らしの泣く頃に卒のオープニングテーマである、うん、アナロジーという楽曲と、うん、その今まで私が日暮らし楽曲を歌わせてもらってきた曲たちをギュギュッと集めて13曲入りのアルバムを、豪華、はい、すごい楽しみ、楽しみですね、楽しみですので、はい、じゃあそれを聞いてイメトレして、はい、勝利の女神になれたら嬉しいです、なれますよ、うん、この番組はアニソンバーギルド、モフル、銀河の提供でお送りいたしました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。オレ嫁の六星エリーです。皆様からの感想もお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。